作っていきたいなと思いますので、わからないことなどもあればですね、ハッシュタグ T のエール、ツイッター、今は X っていうんですかね、そちらの方からハッシュタグ T のエール、こちらの方でぜひ皆さん、たくさんポストを届けていただければなと思っています。よかったら手始めに皆さん何県何市から視聴されてますでしょうか、そのあたりも教えていただければ、鳥取から見てくれてんだっていうだけで嬉しいですよね、嬉しいですね。東京大島トゥサー、まあ中国地方は今中国四国はチームないですから、あもう岡山リベッツ、ね、あそうだ、うん、岡山リベッツがあります。参院はないから、でもそうです、そうです、そうです、うん、まあ、言っても1チームだけなのでまだね。なるほど、はい、さあセカンドゲームに入っていきますですね。ここでまたねあのペアリングが変わりますから、はい、まあ、ほんとチョスンミンのチキータを今度は大島が受けますから、どういう処理をできるか。最初のポイントは木下、しかしやはり大島篠塚がミスが少ないですからね。でそのラリー展開になった時も最後しっかりとこう大島がフォアで動いて決めて、はい、篠塚は、ね、両ハンドで決めてきますので、やはり強いペアリングですよね。木下マイスター東京は僕のイメージなんですけど、はいはい、まあ、近いところでこう試合も見せてもらうことが多いですけど、はい、試合に出ている選手と試合に出てない僕ね、田添、はい、吉田、はいはい、この辺りの存在のこのチームのサポートの献身ぶり、うん、そうですね、坂本さんも監督やられてた時に、はいはい、試合に出られない選手の存在というところの、はいはい、このどういう表情で、はい、どういう姿でこうアリーナにやってくるかっていうのがすごく大事だと思うんですけど、はいはい、一番試合の時に気にするのは試合に出せなかった選手なんですよ、はあ、でその試合に出れなかった選手はもちろん悔しくてしょうがないし、正直個人スポーツですから、あくまで卓球はやっぱ個人スポーツで自分で出れないとなるとね、うん、一番悔しいんですけど、まあ、そういう選手がね、うん、チームに対してどれだけヘルプができるか、しっかり応援できてるかっていうのがチーム力というところの見え方だと思う。なるほど、そういうところでいくとね、この吉田正樹、うん、田添っていうのは試合に出れない悔しさはもちろん実力がありますから、うん、はい、もしかしたら他のチームいたら出れるかもしれない、うん、まあ、その中でこう出れない状況が続いてますけれども、うん、まあ、チームのためにねどういう風な立ち振る舞いをするかというのはね、うん、素晴らしい活躍をしていると思いますね。はやっぱり監督としてはその出せなかった選手の方を気にするんです、まあ、正直そうですよね、すごいリアルですけど、はい、本当にもう申し訳ないなっていうのと、うん、本当ごめんなっていう気持ちは強いんですけど、はい、ただチームのためにどうするかっていう風に切り替えなきゃいけないので、はい、まあ、その切り替えができる選手っていうのは本当に監督っていう立場からするとありがたいというか、うん、ごめんなと思いながらもありがとうっていうのがねやっぱ感情として出てきますよね。なるほどね、そういった中で戦っているメンバーっていうところでまた T リーグの、はい、ね、そうですね、魅力を感じていただければなと思います、はい、もちろん日本のトップで世界に飛び立つためにこの T リーグでっていうところもあるんですけれども、はい、試合に出れずともそうです、ね、声援を送る選手たち、なのでこのベンチの活気というのが一つのチーム力という言い方をしても過言ではないんじゃないかなとは思いますね。だから TT がプレーオフ出てくる時なんか本当に乗ってましたもんね、はい、ありがたいですね。あの頃は若いだから篠塚とか、はい、その辺が出てきてる中でしたけど、はいはい、出番がなかったね、はい、それこそ人宅とかもそうですし、本当申し訳ないなっていう気持ちはありましたけど、まあ、本当にこう選択をしなきゃいけない、ね、場面というのが出てくる中で、はい、よく本当に人宅にしろ健太なんてあの時日本選手権決勝まで行ってますけども、はい、シングルを外して篠塚曽根を使ってダブルスっていうのに専念してくれて、うん、まあ、その中でもねベンチでもそうですし出る選手もですけど本当みんなでね頑張ってくれたなという印象が強くありますね。なるほどね、だからそういうところも踏まえてのチーム力です。はい、それが T リーグの魅力。これは五十嵐のミス、そうですね、ちょっと力みましたね、まあ、タイムアウトですかね。ここは一旦金沢がタイムアウトを取ります。ポイント 5-3 木下リード、タイムアウト、ファーストマッチのセカンドゲームです。さあハッシュタグ T のエール、マリーゴールドさん東京都から見ています。木下マイスター東京を応援しています。先週の江戸川でのホーム戦見に行ってました。今日はアウェーだけど頑張れというようなそんな、ツイートも来ています。この世界の片隅で卓球愛を叫ぶ通行人 A さん、長いな千葉より両チーム全力応援というふうに来てますね。いやしかし昨日ですね、はい、金沢この小松にですね約1000名
900後半の方が入られたんですけど、はい、当日券で約200枚ぐらい売れたみたいで、はあ、なので当日だけでもね、その前の小松はもっとだったみたいですね。250か300ぐらい当日券で出たみたいなので、まあ、昨日の試合を見てね、また今日も当日券が結構これを見てる感じだと入ったんじゃないかなという気がしますね。いや入ってますよ今日もお客さんがね。やっぱりそういうところで言うと地元のメディアとの付き合いとかね、そういうのもすごい大事ですから、はい、本当に今日の朝一でこの北国新聞さんこの背中にね入ってますけども、はい、ドーンって一面で出てましたからね。そうなんですか、はい、前回も出てましたし、だからそれもこうカナダポートの運営陣のね、はあ、あの努力の賜物じゃないかなと思いますね。という話を今日我々はこれ東京のスタジオから、東京都港区大苑前のスタジオからお届けしてるんですけど、電話でね、はい、ちゃんと取材させてくれる、はい、そういう気遣いを ね、 ありがたいですね、リーグさんがしてくれてて、はい、両監督にインタビューなんかをさせていただくんですよね、はい、で斉藤監督にね、インタビューしてたら、はい、斉藤監督がもう昨日の試合、はい、2回もプレビューしたと言ってましたね、はい、朝から2回見たって言ってました。はい、ねえ、やっぱり自分たちが勝ったのでというところもあったんですけど、いろんな思いがあったと思いますがっていう、先にこの今のプレーの直線見に行きますか。いやー素晴らしかったですね。今のボールをストレートに打つというのは、はい、あ、入る確率が 100% だとしたら、まあ通常 5% ぐらい、その薄いところをしっかりと打っていったっていうところと、うん、まあ、よく大島の動きがね、大島が今回り込んでフォアで打球しようとしていたので、はい、見ながらうまくストレートに打っていきましたね。まあ、これは世界最高峰の技術ですよね。今の走りながらみたいな感じですよね。そうですね、一番難しい体勢で打ちましたね。ここは逆転は金沢フォート、チョスミですね。これ3-5でタイムアウト取ってから3連続ポイント、タイムアウトがうまく生きてるということですね。卓球ってどうしてもやっぱりリードしてる方がプレーが若干小さくなってしまう。そうなんですね、やはり勝ちを意識すると消極的になるというところが出てきやすいので、まあ、そのリードしてる時の戦い方っていうのはやはりどの選手も課題なんですよね。あ、あら攻めの姿勢、スンミンが止まらないですね。ここは逆に木下ではないです ね、はい、ですね。卓球は6ポイントごとにタオルを使ったタオルブレイクを取ることができます。すごいな、見慣れた顔がいっぱいやっぱ会場にいらっしゃいますね。そうですね、またこの応援もね、まだホーム、まあ先日金沢で2試合、まあ、ホーム第1回目、これが第2回目のホームですけど、はい、もう応援がちょっと確立されてきてますよね。まあ小松の試合は今日が昨日に続いて2試合目ですからね。これは今のは逆に返せませんでした。今の篠塚がですね、はい、まあ、ものすごい回転量の下回転のサービスというんですけれども、はい、まあ、チキータが一番しづらいと言われているサーブなんですけど、はい、また緊張してる場面でね、ここ出しづらいんですけど、思い切って出していきましたね。7-6、金沢リードセカンドゲーム。これはもう回転の掛け合いでしたね。そうですね、今のもこう一見ね、はい、チャンスボールに見えるんですけど、これ大島なんとかこれボールものすごい回ってるんですよ、うん、でこの五十嵐のボールも回転かかって曲がってるんですけど、はい、なんでチャンスボールそうに見えて、やっぱ卓球って回転のスポーツなので、はい、ボールがいきなり曲がってたりとか沈んでたりするんで、まあ、このクラスでね、なかなかチャンスボール、イージーボールのミスは少ないので、やっぱミスの意味っていうのはすごいあるんですよね。いかに体勢を崩されず、タイミングを崩されず打ち切れるか、はい、これはエッジボールでしたが、ポイントは木下。まあ、今のね、五十嵐ちょっとチャンスだったんですけど、ちょっと打球点を落としちゃったんですね。やっぱミスしたくないっていうのがあったと思うので、うん、それを篠塚はすかさずね、高いところから打球していきましたよね。さすが篠塚、見逃さなかったですね。卓球ってやっぱ回転もそうなんですけど、はい、テーブルテニスというじゃないですか、はい、僕テニスの楽天ジャパンオープン、はいはいはい、今年からは木下グループオープンという名前に変わるジャパンオープンの大会 DJ、はいはい、もう12年ぐらいやられて、はい、オリンピックも僕、はい、テニスの競技 MC で入ったんですけど、はいはい、テニスって、はい、高さが変わったボールがラリーで返ってくると一番嫌なんです、ね、なるほどなるほど。目線が変わったら高いバウンドが変わってきたり、はいはいはい、低いバウンドで返ってきたりするのが、はい、プレイヤーとしては一番嫌だったんですけど、はいはい、卓球ってどうなんですか。卓球は高さもそうですけど長さですね、うん、左右じゃなくて長短なんです。はあ、前後ろ、そういうことです。はあ、そこで揺さぶられるのが一番嫌。嫌ですね、はい、距離をずらされるので、一番その前後の距離ずらされるというのが一番きついです、ね、なるほど。
なんで長短をうまく使うレシーブであったりとかサーブの長さもそうですよね。はあ、短いレシーブサーブが来ると思うからチキータをしようと思うところに長いサーブを出してチキータをさせないとか、左右よりもやはり長短っていうところが重要なので、サーブを見るときも長短っていうところはしっかり重視した方がいいんですよね。なるほど、そういう目線で見ていきましょう。今のもこれも長短を使いながら、そうですね、ゲームポイントは金沢。チョスンミンがチキータを回りましたね。あの難しいですね、これ4球目なので、このボールあそこ本来フォアで打球するところなんですけど、はい、まあ、チョスンミンもよく相手の、ね、打球を読んで、まあ、大島がストップ来るだろう、フォア前に来るだろうってこうバックでね、あれも予想外でしたね。サーブのレシーブの時のチキータだけじゃなくて、こういう間に入れてくれっていうのはある意味トリッキーなんですか。ダブルスであればサーブのコースが半面にしか打てないので、はい、まあ、チキータとしては回りやすいですよね。来るコースが決まってるので。なるほど。ただその後のボールはどこに来るか分からないっていう中なので、はい、待ちづらいですよね、はい、それはまたこの 9-8 という場面でね打球してたのが素晴らしいですよ、ね、読みがですね。さあファーストマッチセカンドゲームは金沢ポートのゲームポイント、サービーフォアのゲーム。まだ簡単に終わらせないというのが、先ほどから坂本さんがおっしゃってるように、はい、大島が入るとこういうゲームを作っていける。そうです。で今篠塚がチキータをしたんですけど、はい、本来であればチキータ今バックサイド、チョスンミのバックサイドで、うん、持っていくっていうのがチョスンミ予測しも回り込んでたんですね。それを今度篠塚ミドル、卓球で言われるバックとフォアの真ん中のミドルポケットですねに打球していったので、チョスンミの待ちを外しましたね。だからこの1球を五十嵐のサーブですね、チキータをさせるのかさせないのか、させて逆に狙うのかとかですね、多分篠塚はチキータ行くんじゃないかな、来ましたね、やっぱ、はい、10対10。さあ両チームがゲームポイントになりました。ファーストマッチのセカンドゲーム、あのその前の時ですね、この篠塚のチキータレシーブをチョスンミうまく全部狙ってたのを、うん、10-8の場面で1球バックに打つのにミドルに打ったっていうのがやっぱ良かったですよね。篠塚頭良かったですね。いやお互いの心理戦も相まって技術だけじゃありません、ね、さあ一本勝負になります。最終ゲームではありません。各マッチのセカンドゲームは一本勝負、10対10。これは取ったのは金沢ポート、セカンドゲーム金沢ポート。今のも一球一球難しいボールが各コートを巡っていきます。このチキータ大島は綺麗に狙ってるんですけど、五十嵐頑張って取りましたね。これこのボールもね、だからこれ最後あのチョスミなんとか入れたような見えるんですけど、あれものすごいドライブ回転かけてるね。この次のボールですね、一番深いところに来てませんか。そうなんです。これなんでバウンドものすごい伸びてるんですよ。はあ、だから大島からするといけると思ったところで一気にバウンドして伸びてきたので、はあ、ホップしたというか形ですね。素晴らしいゲームになりました。ファーストマッチはファイナルゲームに行きます。ファイナルゲームは T リーグ特別ルールです。6対6のスコアからのスタート、6対6から10対10になった場合はこのセカンドゲームのような感じではありません。一本勝負ではなく10対10になれば2ポイント差がつくまでのデュースが行われます。さあハッシュタグ T のエール、まあまあ今日もポストが届き始めました、はい、椿さん、はい、東京都に住んでいますが石川県出身なので金沢ポートを応援しています。